まずこう入って瞬間、もうね入ったもうひんやりしてる、ひんやりしてる。床冷房は体感しないと分かんないじゃないですか、うん、確かに。だから多分、うん、検討してる人はめっちゃ気になる、うん、確かに。今日はですね、今日はですね、多分ね、みんな気になってんすよ、ええ、床冷房どんだけ冷えんだっていう、ほう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 、絶対気になってんすよ、うん、ああ、俺だって普通に基本的にはアパートとかだったらついてないよね。そうです、そうです。一応工務店ならではなの？そうです。あ、ならではならではなんだ。あ、そうなんだ。そこを俺すごい気に入った部分なんですよ。うん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 。で、うん、今外暑いじゃないですか。まあ今日ちょっと涼しいですけどね、うん、でも湿気はありますね。そうです、ええ、でもちょっと暑いじゃないですか、うん、そのまま立ってたら多分ちょっと汗ばむ程度、まあ、全然汗ばむね。で、今ちょっと中入って、うん、どんぐらい、うん、涼しいか。涼しいのか。あれ今もう、その冷房のやつはついてるんですか？ついてます。あ、もうついてる状態で全体的についてます。はいはいはい。じゃあそれを体感する形で。そうです。俺、なんか俺でわかんのかな？もう忖度なしに忖度なしに涼しくなかったら涼しくないって言ってください。わかった。でもさ、普通のエアコンついてるのと一緒じゃないの？エアコンはついてないです。エアコンはついてない。ノーエアコンです。あ、ノーエアコンね。だから燃費いいみたいですよ。だから外についてる機械で水を冷たくして、うん、床にこうその配管が流れてるんですよ。あ、はいはいはい。それは俺も聞いたんだけど、そういう感じになってんだと思って。すごいな。なんか配管がなって、もう結構ギリギリのところにあるんだよね。そうそうそう。それでなんか冷たい水を流したり、下のその冷えた水だけで家の中涼しくなるんですよ。あ、すごいですよね。でもさ、それってさ、普通のエアコンでやった場合と床冷房の場合は違いがなんかあるの？エアコンの場合は、まあ、ずっとつけてないといけないです。で、全部の部屋が涼しくならないです。あー、じゃあ行きます。行かせてもらっていいですか？はい、はい。ゆりちゃん今映りたくないって言うから、まずこう入って瞬間、もうね入った、もうひんやりしてる、ひんやりしてる。あれ電気ひんやりしてるね。これは床冷房だけです。あー、エアコンってちなみにどこについてるの？家のやつは。エアコンはリビングだけです、うん、リビングだけ。そうです。あ、そうか。そうです。それだったとしたらここまでならないもんね。そうなんです。ここだけにしかついてない。あ、そういうことね。でもさ、床冷房ってことはもうこっちまで全部あるってことだもんね。床全部です。もう涼しい、入った瞬間に涼しいのは。これでもまだ全開じゃないんですよ。あ、全開じゃないんだ。そうです。まあこれでもかなり快適な感じというか、まあちょうどいいね。エアコンで言ったら何度ぐらいなの？エリアで変えてるけど。あ、エリアでも変えれんだね。そう。限界エリアは24度。おー、24度ぐらいが多分ちょうどいい感じだね。俺車も24度、うん、家全体24度。あ、24度だからまだ涼しくできるんです。これはこれ以上涼しくしたら寒いの？今のこのちょっと寒いです。うん、寒くなっちゃう。サーキュレーターも一緒につけてる、うん、これをつけると。サーキュレーターって何？ただの風です。ああ、そっか。それでぐるぐる回すと全体的に馴染む感じ。これは全然電気代食わないんで。あ、そういうことね。これは全部部屋についてる。あ、そうなんだ。あ、そっか。じゃあエアコン自体は1台はついてるけど、それは別に特にいらなくてもいいってこと？まあ補助ありますけど、うん、ついてない。あ、そうだよね。あ、ついてないもんね。だからランニングして、うん、帰ってきてお風呂入って、うん、時はもう暑いんで、うん、上の部屋で、うん、冷蔵庫みたいにして、うん、全開で。あ、まあ上はじゃあ1個エアコン。そうです。16度で全開にすると。ああ、そういうことね。めっちゃ寒いです。そっか、そういう時だけはバーッともうすぐに涼しくしたい時は、まあ、最近ランニングしてるからね。そうそうそう。あ、やるけど他の時はこの全体的にじんわり涼しくしてる。そう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 。あ、何にもしてなければ全然涼しく、うん、でも確かに俺も家でアパートとか、まあ自分は俺アパートじゃん。エアコンの下にいないとやっぱ、そうそうそう、暑いじゃない。そう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 。結構なんか均等じゃないから。そうそうそう。ここはなんか、あ、そっか、全部均等になってるの。そうそう、涼しさが。だからどこ行っても、うん、どこ行っても涼しいです。ああ、これ一応この店ならではなんだ。そうなんです。お前トイレも、トイレもついてる。あ、そうなんだ。あ、トイレっていつもなんかムンムンする感じのイメージ。あ、それ言われないとでも気づかなかった。なんか快適すぎて普通になってた。もうお腹痛い時も汗かかない。そういうことね。あ、本当だ。俺汗かくもん。そうですよね。あ、そういうことね。すごい深いじゃないですか。いや、深い。ただでさえお腹痛いんだ。うんうんうん。しかもなんかこことかもなんか汗ばんで、めちゃめちゃ汗ばむから。嫌だ。嫌だ。あ、そういう良さがあるのか。ないんです。あ、それやばくね。そうです、いいんですよ。あ、この良さを、そっか。今、ゆうやに説明されたら、そうだ。絶対に、うん、床冷房は体感しないと分かんないじゃないですか。うん、確かに。だから多分、うん、検討してる人は、めっちゃ気になる。うん、確かに。いや、こっちとかもそうだよね。今こっち来ちゃったら大丈夫。いいっすよ。ダメなとこはカットする。はい、ここら辺はお風呂場ですよね。
面白いです。あ、でも確かにここら辺とかもジメジメするっていうのがうちで比べるとないですよ、ね、あ、ないもん。だからお風呂の中もついてるんですよ、うん、あ、そうなんだ。だから冬はお風呂の中あったかいんですよ、うん、あ、そっか、床冷房を床暖房ってできるから。床冷房、うん、床暖はまあもう大体みんなわかるんですよね、他の、うん、とこでもついてるんで。あ、待って、一応さん以外にも床暖房はいっぱいあって、床冷房に限っては一応さんが特有。今んとこそうだと思います。あ、そうなんだ。調べてないですけど、俺が買った時はそうでしょ。あ、そういうことね。他のとこはエアコンでこれをやるんですよ、うん、全館空調って言って、うん、その天井とかに吹き出しつけて、うんうん、でエアコンの機械、でっかい機械をどっかに置いて、はい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 、そこから配管してこうやってやるんですよ。それでもいいんじゃない？燃費悪いんですよ。でもあ、燃費が悪いのか。あ、ってことは、床冷房だとしたらお金的にも安いってことなの？安いはずです、うん、まあ細かく見てないですけど、電気代でもそんなに少ないもんね。そんなにいかないかな、この大きさで、うん、まあ、家の大きさに比べたら。ああ、そういうことですね。エアコンつけてるよりは安いですよ。隣の事務所はエアコン2台回してますけど、うんうんうん、3万ぐらいいっちゃってるんで。ああ、ここはここは何？平均でも3万ぐらい。平均でも3万、あ、そうじゃん。だって事務所とさ、あのデカさどれぐらい違う？全然違います。全然名前が違う。だって事務所なんて、うん、3倍ぐらい違う？ 3 倍ぐらい違って、同じぐらいの金額ってことじゃん。うん。だから3倍。安いってことだよ、3倍安い、まあ、向こうは断熱だからしてないし、すげえ熱がこもるんですよ。もう、ね、あれ熱が違う、そのあの寒いやつが普通の一軒家って2階とか暑いじゃないですか、うん、うんうん、あ、そっかそっか、外の暑さとかもそっか吸収しちゃう感じになっちゃうってことか。そう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 、あー、だからまあエアコン全開なんですよ、とにかく。はい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 。でさ、まあ夜とかも電気つけっぱなんで、うんうんうん、まあ、それも含めたとしてもでも高いし、ね、あ、それだったら一応含めてのやっぱ床冷房すごいね。すごいです、なんかあの快適さもすごいし、あと だってオール電化ですからね、全部電気、電気全部つけて、うん、床冷房回しっぱなしで、うん、3万ぐらいなんで超安いから、超安いですなんだよね。超安いです。なんか今聞いて、快適さが分かる。しかもなんかコストを聞いたら、あ、すげえ安いんだって感じ。でもこれってさ、自分家建てないと無理じゃん。そうです、ダメしかも1畳じゃないと、うん、無理っていい、無理のはず、無理というか、まあ、全館空調はできますよ、エアコン で、ね、でもエアコン、業務用のエアコン多分回し、もう、じゃあ例えば、うん、夏の間ずっと回しっぱなしだと、うん、多分結構値段いくと思うんですよ。あ、要はルームエアコン回しっぱなしと一緒なんです、うん、そうだよね。親戚の家なんか猫がいるから、うん、ずっとつけっぱなし、そう、ね、7万ぐらいいっちゃったとか言ってたんで。あ、そうなんだ。そうなんだ。そうそう。それで比べるとさ、すげえ安い感じしない？めっちゃ安いです。今、ね、自分で見てびっくりした。あはははは。多分、うん、断熱がちゃんとしてるんで、うん、あの、水冷たくしても、すぐぬるくならないんですよね、多分。あー。だからそんな電気いらないんですよ。そうか、一応工務店って、あと断熱も結構トップクラス。断熱がそうです。あ、断熱にじゃあ力結構入れてる感じなんだ。かなり入れてます。あ、そういうことね。スウェーデンハウスとか、その要は冬の。うん。朝寒冷地とかの仕様なんで、うん、あ、そういうことね。北の方とかは結構すごい人気だと思います。愛情込めて、そうです。全然寒くないんで。そういうことね。もう冷たいところもまあ保てるし、暖かくもできるし保てるし、床暖はもう本当に言うまでもなく、うん、もう冬とかはもうめちゃくちゃ快適なんで。あ、そうなんだ。なんか俊太くん家来るとなんかそれ感じますみたいなこと言ってなかったの？そうです。なんか床暖とか床冷房が今ゆいは普通になっちゃってるから、うん、俺ん家来るとちょっと寒かったりとかっていうことをなんか前に言ってたから。そうですね、うん、床が冷たいね。床が冷たい。あ、そっか、床はそれ、そうなるよね。冬、そう、確かに確かに確かに。私で人ん家歩いたりすると、そっか、あ、寒いなみたいな。人ん家行くと分かります。あ、そういうことね。そんな感じか、そういえばと思って。そういうことね。前はその前の一軒家はそんな感じだったんで、うん、ああ、それが普通になっちゃってるってことだもんね。普通になっちゃってるか、まあ、うん、快適すぎるのが普通になっちゃってるみたいな。だから他の家行ったりすると逆にちょっとストレス生まれる。だから冬とか出かけたくなくなるんですよ、うん、快適だから。そういうことね。寒いの嫌なんで。ああ、でもいや、イカ冷房だとしたらまあつけれないけど俺はね。だからこれどうしようもないじゃん俺は。そうなんですっていう落ちになって終わるけどこれ、うん、まあとにかくイカ冷房はねつけれるんだったら一応込めてで、購入検討とかしてる方だったらいいっすよ。だってここ、うん、何畳だっけ？ 27 畳だっけ？ 27.5 畳で、うん、で、吹き抜けが、うん、吹き抜け結構でかいんですよ。うんうんうん、6畳かな。6畳これで？多分6畳だった気がする。まあでも広い方っすね、うんうんうん、普通こんだけ吹き抜けあると、うん、快適さなんか保つの結構きつい。快適さってこの温度的な？そうです、きついっす、うんうんうん、あの、ここに窓があるんで、あ、ここの窓があるんで、うん、
夏とかこう日差し入っちゃうじゃないですか。あ、そうだね、そうだね。日差し入っても涼しい感じ？全然いいです。あ、そうなんだ。それすげえな。まあちょっと暑くなりますけど、ね、まあ、そしたら温度下げればいいんで。しかもなんかそこのなんか部屋によって変える。そうです。だよね。ベッドじゃねえや、玄関。玄関と2階の寝室とか。寝室。何種類ぐらいに分かれてるの？その何種類ぐらいを変えれるの？それはここに。今8種類かな。8種類あるんだ。はい。ああ。24ですね、うん、A が24で玄関ホール、ダイニング、あ、本当だ、ダイニングは23度、うん、へえ、で8種類じゃないじゃん、あ、上、上か、あ、上か、こっちが2階ですね、あ、そういうことね、主寝室、すごっ、じゃあその人によって帰れるんじゃね、それね、主寝室21、これ 何度まで下がるんだろう、主寝室って何、主寝室は、あ、みんなで寝てる部屋だから、あ、そういうことね、あ、20度までだ、4人で寝るから、うん、で子供たち暑がりなんで、うん、20度、20度でも全然平気、それだったら暑がりの子供たちなんかで、あ、全然大丈夫、あ、サーキュレーターも一緒に回して、ああ、そういうことね、うーん、で、まあ暑かったら補助でちょっとつければ、うんうん、すぐ涼しくなるんで、ああ、そういうことね、エアコン下と上で1個ずつ、あれ、じゃあエアコンは何個ついてるの、エアコン一応、うん、4つついてるんですよ、あ、4つついてるのか、はい、あの夏前とか床冷房つける前とかに、うん、ほら暑い日あるじゃないですか、うんうんうん、ああいう日とか用に一応はつけてます、ああ、そういうことね、ここと2階と寝室と子供部屋に1個ついてる、あ、ついてるんだ、でも普段からそれはもう回すことほとんど今はない、まあない、夏前に、うんうん、切り替えの時が一番、そうですね、切り替えって何、あのすげえ寒くなったり暑くなったりする時あるじゃないですか、冬になる前、うんうん、つけちゃうとずっとつけないといけないんで、うんうんうん、まあ、切ってもいいんですけど、うん、効率悪いんで、一回つけちゃうと、うん、もうつけっぱなしにしないと電気代が、エアコン、エアコンじゃないんです、床冷房と床暖房、あ、つけっぱなしにしないといけない感じなの、あ、そうです、あ、じゃないと、いけなくはないんですけど、うん、じゃないと、あ、そうか、その切り替わりで結構バーッとエネルギーがいるって感じなんだ、あ、一日かかるんですよ、その温まったりする、あ、そうなんだ、あ、そこはまあデメリットでもあるのかもしれない、冷やしたり、ね、エアコンみたいに急にバーッて冷えないんで、うん、そういうことね、そうです、だからそこは一日ぐらいかかるんです、あ、それはそういうことね、だからつけたらつけっぱなしにしちゃいたいんです、うんうんうん、つけっぱなしの方が電気代かかんないんで、そういうことね、でも使い勝手はまあ それはそういう感じで使い分ければいいってことだもんね、そうです、ということで、はい、一応コムテンさんを購入券と床冷房の感覚、はい、まあ素人ながらもんですけど、はい、お届けさせてもらいました、はい、ありがとうございました、さよなら。